皆さんこんにちは。今日はこのフットバッグを使ってインステップキックの練習を紹介したいと思います。やっぱりサッカーボールでもね、インステップキックみんな使ってますか？やっぱりシュートでもそうだし、パスでも使うことたまにありますよね。遠くに飛ばしたいっていう時はやっぱりインステップキック使うことも多いと思います。それとかあとは力強いシュートねの時はインステップシュートっていうのがありますので、そこで課題になることいろいろとありますので紹介したいと思います。まずはフットバッグにおいてこのインステップキックのやり方説明したいと思います。インステップキックね、サッカーボールとかだと結構ピンと張ってねリフティングしたりすると思うんですが、フットバッグだと結構このスナップが大事になります。この振りね、膝から下のこの振りを一瞬でやっていくのが大事になるので、1回片足でやってみたいと思います。右足見えますか？この一瞬の振りです。あ、ミスした。このちゃんとねボール当てないと変な方向飛んでいくので、蹴る場所はねだいたい紐のところかちょっと前ぐらいでいいと思います。でここの力を抜くんだけど、ここの振りは早く一瞬で上げるようにします。で慣れてきたらもちろん左足もね練習して、右も左も交互に練習してみましょう。こうやってねひたすら回数をこなせるようになると、ここの振りをね何回も練習できるので、とてもいいトレーニングになります。そうしたら今回も鈴木コーチにやってもらいましょう。登場してもらいます。お願いします。お願いします。今はねインステップキック、はい、やっぱり大事だもんね。そうですね、うん、であと特にこうこの膝下をキックで使えないんで、この足が棒みたいになって強く蹴れない子が多いので、ここの動作がやっぱり頭で分かってても、うん、実際できないっていう子は多いので。なるほど。そういう部分で、はい、膝下を使うこう動きの動作としてすごくいいかなと、うん、ね、体に覚えさせるには、はい、もってこいなアイテムだと思うので。そうですね、ぜひやってもらえると思う。さっきあっちへ自主練したんですけど。そうか、ちょっと難しかった、ね、じゃあちょっとやってみて。そのインステップキックね、はい、そうですそうです。この振りね一瞬のちょっとそうですね、インパクトが難しいんですよね。そう、はい、ちゃんとまっすぐ上げるように、場所もねタイミングも合わないとフットバック上がってくれないので。あ、うまいうまいうまい。やっぱり慣れてくるとね安定するよね。おお、はいはいはい、いいいい。あ、いいですね、うん、結構やっぱこの動作がなかなかできないんで、うん、そういう意味ではすごくいいですね。で繰り返し、はい、やらないとボールがうまく上がってこない、うん、そうだね。これで練習することでもう自然とね身についていくと思うので、はい、もう君のシュート力もアップするはずです。やってみてください。